はい、皆さんこんにちは、信光です。本日はですね、このうちの、昔からあるアイスクリームなんですが、このクリチョコアイスというのがありまして、バーのアイスクリームにチョコレートがかかってます。これが、昔からうちが、ずっとね、直しながら使ってる氷缶というやつですね。これに、この氷缶の型枠にアイスクリームを流し込みまして、こちらにあるんですけれども、この中に不凍液というものが入っていまして、この中で、瞬間冷凍するわけです。そしてですね、それをまた、一本一本抜くわけなんですけれども、これを抜いたのが、こういう、ね、いつもの、真っ白な、バニラの、栗型のアイスクリームになるわけです。でこれを、この特製の、チョコレートのコーティングチョコレートがあるんですけれども、この中に、こんな感じで、一本一本つけましてですね、ピッピッっていう感じですね。で、これをまたここに入れまして固めるわけでございます。で、こんな感じで、できるんですけれども、なんせ手作り作業、一本一本出す作業なので、なかなか一回にできる量が、そんな少ないので、なるべく、皆様に、たくさん食べていただきたいんですけれども、店頭にあまりない場合は、ご了承いただきたいと思います。ということで、本日は、クリチョコアイスクリームの、製造の、工程ということでお送りいたしました。ではまた会いましょう。